裏方です。もし私たちが死んでも誰もなかった、仲間はきっとみんな笑って送り出す。明日が来る保証なんてどこにもないのだから。あ、でもそれくらい気楽に構えているのがちょうどいいんですよ。そんなものでしょうか。そんなものです。さあ、みんな待ってますよ。はい。当時の私たちは行き場のない不老者だった。不老者の多くは生きていくために軽犯罪を当たり前、中には幼い頃から強盗や殺人に手を染める者もいた。そんな苛烈な生存競争の中で私たちは出会った。あんたさ、私の妹になりなよ。そうすりゃみんな可愛がってくれるからさ。妹？そう、私の妹。名前はマックス。マックス？はい、皆さんにはマザーセルフの子供たちと協力して出店をやってもらいたいんです。出店？自己委員長に押し切られちゃってごめん。出店って焼きそばとか金魚すくいとか？あれがマザーシェフの皆さんですよ。協力して出店をやるようにってお祭り実行委員長さんから言われていたお相手です。こんにちは。いつもすれ違うお姉さん、まさかこんな形で会うなんてびっくりですね。じゃあ、あんたたちが美浜学園か。そのお持ちのタブレット、とてもハイスペックですよね。気づいちゃいました。もしかしてガジェット好きなんです？はい、最近触り始めたのですが、自分で自分の思い描いたものを作っていくのが楽しくて。さっき出店で和風ピロシキがあってだね。ロシアン忍者としては和風ピロシキは見過ごせないのだよ。ロシアで忍者ってなんだ。変なやつだな。天才美少女琥珀ちゃんを持ってすればビールなんてあっという間に完売ってわけよ。なーに言ってんのよ。そもそも私の方が早く売り切れたし、あんたは私の列に並んでたお客さん横から通っただけじゃん。辛辣なやつだな。実際私から買ったのは事実でしょうが。あの子はいつも我慢して笑ってるんです。体も弱いのに。だから変化を見逃してしまいそうで。変化か。私はちゃんと気づいてあげれてるかな。大丈夫です。だって私たちはお姉さんなんだから。どっかで私たちの噂をしてるな。お姉ちゃんかな。もう心配性なんだから。わかる。姉ってのは何かにつけて心配してくる生き物なんだよな。溢れ出した言葉が世界の全て変えてく。